半減期の完全攻略始めていこうか。動画で詳しく解説予定なので楽しみに待っていて、重要なのは540万440円を下回らないことです。この数字のキーワードについては、その動画で詳しく、その動画では半減期、また短期長期的な見通しという2つのキーワードが大事になってきますので、端的に言うよ、よく聞いて。円で売れ、円で買え。半減期の予想が的中しすぎて話題となっているこの私が、半減期の攻略方法についに気づいちゃいました。 BTC 半減期攻略の専門家として、このあたりでこうなるんじゃないではなく、端的にいくらになったら買え、いくらになったら売れという言い切り型でやっていきます。まあ答え合わせは半減期の後にでもしていきましょうか。では本日もよろしくお願いします。それでは本編に入る前に一つお知らせです。最近の動画で村松を知ったという方も多いと思いますが、必ずチャンネル登録といいね、通知ボタンもオンにしておいてくださいね。今後の仮想通貨の最新情報を誰よりもどこよりも分かりやすく発信していきます。必ずチャンネル登録、いいね、通知ボタンお願いします。また個人 LINE でも質問は24時間受け付けていますので、概要欄から LINE の友達追加もお願いします。それと私の LINE ではこのような仮想通貨投資のスクールを無料で運営しております。仮想通貨はどこで買えるんですかというような、仮想通貨初心者はもちろんのこと、仮想通貨を持っているけどどうしていいか不安な人、とにかく少額からでも送り人になれる方法が知りたいという人必見の内容となっているので、ぜひ受け取ってくださいね。では早速半減期の攻略入っていく前に、このチャンネルのテーマについてね、話していきたいんですけれど、私のチャンネルのテーマっていうのが、初心者でも楽しく稼いでほしいっていうテーマがあるんですよ。それと私の分析スタイルっていうのは情報解析です。いろんな YouTuber の動画とかを仮想通貨情報を仕入れる上で見ているんですが、チャート1枚表示して、まあ、この辺の抵抗線がこうでとか、ここで三角持ち合いになっていてとか、ここのボラティリティがとか、そんなこと言われても分かんないですよね。というかそもそもそういうのってほぼほぼいい加減な情報だと思ってるんです。またですね、周りくどくなんか自分の知識自慢とかしたりっていうのは重すぎるからあんまり言いたくありません。なので今回の動画では、というか今後の動画でも全部同じにしていきたいんですけれど、なぜこういう答えになったのかというような説明は省きたいと思ってます。でも安心してくださいね、きちんと根拠はあります。いろんな情報を仕入れてこの動画を一本作成しております。まあそんな私のですね、毎日の情報をどういう風に解析してるかっていうような裏側を見せない方がかっこいいなっていう風に思ってるんですよ。だって自分の努力とか頑張ったとかって自分の口から言うのってなんか違くないですか？そういうのって人から評価されるものであって、自分の口で努力している頑張っているっていう風に誇らしげに言うのってすごく男としてかっこ悪いと思うんですよ。だから今回の動画では私がこういう情報を持ってきましたっていうことはあえて言わずに、皆さんがね知りたい情報だけを端的に言っていこうかなと思います。では早速ですね、すぐにでもいくらになったら買え売れっていうこと言いたいんですけれど、その前に過去の価格動向についての説明を皆さんにしておかなければなりません。こちらのチャートは2016年の1月から2022年の末までの値動きを示したものとなっております。これまでビットコインは2017年から2018年の前半と2020年の後半から2021年の後半にかけての2度価格が大きく上昇した時期があります。2017年から日本で仮想通貨取引が行えるようになったことをきっかけに、その年の暮れには 1BTC あたり200万円を突破し、2018年の初めまで高値を維持しました。2017年から2018年前半にかけての大きな価格上昇はビットコインバブルと呼ばれております。しかしビットコインバブルは中国政府による仮想通貨規制であったり、SNS の仮想通貨規制の影響を受けて2018年末から2019年にかけて崩壊してしまいました。その後再びビットコインが盛り上がりを見せたのは2020年に入ってからです。2020年3月には40万円程度で推移していたビットコインが年末には200万円を突破、そのまま上昇を続け2021年には一時700万円を突破しました。この高騰の主な原因となったのはビットコイン決済であったり NFT、DeFi、分散型金融の普及によって仮想通貨業界全体が盛り上がりを見せたことです。ではここまでを踏まえた上で2024年の価格動向と今後の価格動向の予想を解説していきます。現在にかけては仮想通貨市場にも勢いが来ており、2024年の3月現在は約1000万円台で推移しております。これまでは300万円前後を推移していたビットコインにとって、現在の上昇はビットコインの需要が底堅く増えてきた証拠です。現在もこの上昇の勢いは止まらず1000万円台に突入していることから、今後のさらなる価格上昇に関する期待値は非常に高いです。それでは早速半減期完全攻略やっていきましょう。まずは半減期後どこで買うかということですが、その説明をする前に2024年の1月22日のデータを見ていってください。こちら押し安値586万5320円を下抜け、上昇トレンドはね一旦終了を見せております。こちら青いライン引いているところが586万5320円のラインです。そこから上昇トレンドに一気になりました。はい、こちら赤枠で囲っている部分ですね、こちらの部分から上昇トレンドに転換をし、その後すぐ安値の切り上げに成功、しっかりと上昇トレンド確定
というとこまで来ました。ではここまで踏まえた上でどの部分で購入すればいいのかというと、850万円付近まで落ちていたら買い増し、もしくは新規購入をしてください。すでにビットコインを持っている方に関しては850万円付近まで落ちた段階で買い増し、まだビットコイン持っていないという人に関しましては850万円付近まで落ちてきたらそこで購入をするようにしてください。まあ、現在は1000万円台なので850万円付近までということであれば 15% ぐらい落ちる形にはなるんですけれど、半減期後は一旦 15% くらい、ここまでは下がると予想をしております。少しネガティブな話もしていきましょう。ビットコイン半減期で一旦下がると予想している私ですが、850万円付近までだったらそこで買い増し、もしくは新規購入という形にもできるんですけれど、ここを下回るまで落ちてしまったらもう崩壊だよというゾーンがあります。半減期まで残り20日間ぐらいありますけれど、現在価格1000万円ぐらいで推移すると予想しているので、まあ1000万円と仮に仮定しましょう。そこから 40% から 45% くらい落ちると危険ゾーンに入ります。具体的な金額の方書いているんですが、こちらの540万440円から575万255円というラインが揉み合っているポイントなんですね。なので半減期後にだいたい560万円前後くらいまで下がりすぎてしまったら対応を考えるようにしましょう。そして先ほども解説しましたが、586万5320円のラインから上昇トレンドに入っております。なので586万5320円から575万255円までの間であれば私は買い増しをします。ただし575万円以下になってしまった場合であれば全て全利確、買い増しもしていますので、その時点で損切りというような対応をすると思います。その時点でいいニュース、もしくは高判断材料がなければ、私はその時点でビットコインとはお別れして、仮想通貨とももしかしたらリタイアするかもしれません。それでは続いて半減期終了3ヶ月後以降の予想を立てていきたいと思うんですけれど、ぶっちゃけこの予想はまだ読めません。だってまだ半減期も来ていないですし、また半減期後1ヶ月先から3ヶ月くらいまでの予想はしっかりと情報解析をして立てることはできましたが、3ヶ月以降の予想に関しては今はまだ読めないですね。ただこれまでのセオリーから若干予想を立てることは可能です。こちらには2016年から2024年3月現在までの値動きを示しております。まずは2016年見ていきましょう。2016年に半減期が行われ、この時マイニング報酬が 25BTC から 12.5BTC になりました。そして半減期後の値動き、150日分析によると 1BTC あたり643ドルから 758.81 ドルまで上昇を見せました。そして次の半減期が2020年です。この時マイニング報酬が 12.5BTC から 6.25BTC になりました。で半減期後の値動き、150日分析によると 1BTC あたり8821ドルから1万ドルを超える結果となりました。これらのセオリー通りからで言うと、2024年に半減期を迎えるビットコインはファンダ的に見てもビットコインの上昇を支持する要因となる可能性があり、同時にですねテクニカル的にも上昇トレンドが現在発生しておりますので、当面は価格上昇の期待ができると思います。一方で相場に 100% 確実ということはないのも事実なので、まあ先ほどねネガティブな話をしてしまいましたが、まああのラインまで来てしまったら、今後のビットコイン投資については考えようかなというふうに思っております。では続いてビットコインを売るタイミングですが、今すぐ売ってください。この動画を見た時点で、ビットコインが1000万円台にいれば売ってください。ただ売るとは言ってもいい売り方と悪い売り方というものがあるんですよ。まず BTC から現金に変えるというのは NG です。日本円に戻す必要ってないんですよね。ただ BTC から USDT に変えるなどは OK です。それから USDT からイーサにスワップして IDO に参加することなども可能になるからです。仮想通貨投資を行う上で BTCから USDT に変えるというのは今後の立ち回りが非常にしやすくもなりますので、こちらに変えておくことをお勧めいたします。また USDT で持っていればそれが下がるということはないので、利確した分は目減りしないようにしておくのがお決まりです。ただなぜ現金に戻さないのかというと、 BTC バブル、それから仮想通貨バブルというのが2024年かなり来てます。そしてこのバブルがいつ終わるかもわからないし、あと今後何年先までバブルが続くのかどうかというのもわかりません。あと何回バブルが来るのかわからない状況で今仮想通貨をやめるというのはあまりお勧めはできませんね。なので BTC から現金に変えてというわけではなく、 BTC から USDT に変えて、その USDT を使ってイーサに変えるなりとか
かして IDO に参加するでもいいですし、ただ BTC 神話が崩壊してしまった時には USDT に変えている分は現金に戻すこともできます。なのでまず現金に変えるという選択肢ではなく USDT に一旦変えておくという立ち回りしやすい方法でお願いします。また利確しろというふうに言いましたが、ちょっとだけは持っていてください。また別の言い方をするのであれば、ちょっと持っていればいいということです。仮想通貨投資をやっていく上で、その初心者の方の価値観と、私のようにもう投資歴10年以上の投資家の価値観って全然別だと思ってるんです。 BTC は私は将来的に見て上がると思ってます。どうせ上がってしまうと思ってます。なので BTC 自体はちょっと持っていれば大丈夫だと思ってます。どうせビットコインでトントンにはなるんじゃないかなと思ってます。だからこのバブルがあと何回あるかわからないこの状況の中で挑戦をしていきましょう。もちろん私が紹介する IDO 案件に挑戦をしてみてもいいと思いますし、自分でリサーチして調べてこれだというところに投資をしてもいいと思います。もちろん私自身 IDO 先皆さんに紹介するわけですが、変な案件を紹介するわけでは絶対にありません。ただここで言いたいのは、 BTC だけで持っているのは非常にもったいないということです。ビットコインはちょっとだけ持っていて、あとは別の通貨に変えたりだとか、いろんな案件に挑戦していくというのが仮想通貨投資で利益を出す王道の方法です。ではここからはちょっと今回の動画のテーマとは外れるんですけれど、仮想通貨の税金について少しお話をしていきたいと思います。まあ、ビットコインに期待している分上がると思っておりますので、当然ながら税金は取られます。ただ仮想通貨って税金めちゃくちゃ高いよとか、税金で半分以上取られるっていう話がもう初心者の方の中でめっちゃ恐怖に思ってる人多いと思うんですけれど、実はそこまで高くありません。高いと思ってる人いますけど、それは所得が4000万以上の人の場合の話です。もともとサラリーマンと同じ税率になっているので、たくさん稼がなければ問題はありません。ではなぜ仮想通貨の税金が地獄だとか高いとか、仮想通貨の税金のことばかり気にしている人がいるのかというと、仮に仮想通貨で大幅に利益が出たとします。では税金が発生するのはいつでしょうか。もちろん答えは来年ですよね。ただ今年利確した現金で別の仮想通貨を買って、そのコインが暴落をしてしまった、そして税金を払うお金が残らないというのが仮想通貨で送り人になっても破綻してしまう人のパターンです。要するに今年しっかりと利益を出せたら、税金分の利益だけは確保しておけばいいだけの話なんです。というかそもそも税率が低い人に関してはそれほどダメージが大きくありません。ただ覚えておいてほしいのが、今年から翌年での損益通算っていうのは仮想通貨の場合はできません。翌年の損を今年の利益と相殺をするのは不可能なので、その点だけ注意しておきましょう。では続いて確定申告についての話です。確定申告は必要かということですが、必ずしも必要とは限りません。ただ必要なパターンというのが2つあります。まず1つ目から話をしていきましょう。1つ目が給与の年間収入が2000万円を超えた場合です。仮想通貨で儲けが出ればいくらとか金額に関わらず確定申告は必要になります。政治家は脱税していますけど、みんなはきちんと払いましょうね。そして2つ目が1箇所からの給与所得かつ20万円を超える利益の場合です。これちょっとややこしいので解説の方していきたいと思います。1箇所からの給与の支払いを受けている人って、給与所得以外の所得の合計が20万円を超えた場合というのは必要になります。例えば副業をやっていますとか、株式をやっていますとか、 FX やバイナリーをやっています、もちろん仮想通貨でも利益を上げましたというような合計でですね、20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。まあ多くの人はこの2番目に分類されるでしょう。まあ詳しい税金の話については税理士さんに相談をしてください。もしくは私と同じようなやり方の人がいれば、私も税理士さんに任せている部分はありますが、ある程度仮想通貨の税金については皆さんよりは知っていると思いますので、 LINE で何でも相談の方お願いします。では続いて課税タイミングについて解説をしていきます。課税タイミングはね、2つあります。まあ後ほども言いますけれど、まず1つ目が売却のタイミング、そして2つ目が新規取得のタイミングです。まあどちらにも共有しているのが、利益が出た時点で発生をしますよということです。ではまず1つ目の売却のタイミングから解説をしていきますが、売却のタイミングで課税をするときというのは3つあります。まず1つ目が購入した仮想通貨を法定通貨に変えたとき、2つ目が持っている仮想通貨で他の仮想通貨を購入するとき、3つ目、仮想通貨で物を購入する時です。まあシンプルに言えば、買ったタイミングよりも高くなっていれば税金が発生します。で課税タイミングの2つ目が新規取得のタイミングです。エアドロップやステーキングというような金利収入を得た時に課税が発生します。またもらった場合というのも課税が発生します。その時にはもらったタイミングの時価で計算がされます。例えば 1BTC が1000万円の時に 0.5BTC をもらったら500万円に対して課税がされるということです。ただし仮想通貨を持っていれば勝手に新しい通貨が付与されるハードフォークというものがあるのですが、これに関しては特例です。もらうだけでは課税されず、売却したタイミングで売却額の全てが課税対象となります。
では最後にこの動画のまとめをして終わりたいと思います。買うなら850万円台になった時、売るなら今すぐ、 BTC 神話崩壊は560万前後です。売るなら今すぐと言いましたが、こちら現金利確ではなく USDT などに変えて、それをスワップして別の案件とかに分散投資をするのがいいと思います。またビットコインの神話崩壊に関しては560万円前後となっておりますので、この時が来たらすぐに動画を上げたいと思います。もしかしたら持っている仮想通貨を全て現金利確して撤退してしまうという最悪のシナリオが待ち構えているかもしれません。まあそれもこれも全てね、半減期が終わるまでどうなるか分かりませんので、まあ、半減期終わりにはすぐ動画を出せるように準備をしていきたいと思います。この時にはこの動画の答え合わせもしていくので、もしよかったらこの動画にいいねと保存もしておいてください。で最後に皆さんにどうしても言わなきゃいけないお知らせがあるんですけど、精査した IDO の紹介を近日中にします。もうずっと IDO 先紹介すると言ってまだまだしてなかったんですけれど、もう本当にします。すぐにします。もう LINE のメッセージとかで早くしろとか、変な IDO 先に投資しそうなんですけれどって、もう我慢できない人がめちゃくちゃ多いと思うんですが、もう少しだけ我慢しててください。っていうかね、もう見つけてはいるんですよ。でも損だけはさせたくないと思ってますので、最終調整中です。もうほぼ決まり、99.9% ぐらい決まりの案件ですけれど、最後の 0.1% 最終調整をして、そして何よりも皆さんにより魅力的に伝わるような動画を出したいと思ってます。なので IDO 先紹介するときは本当に期待していてくださいね。情報解禁はもうすぐとなってます。ただ優先的に LINE の登録者さんに情報を教えると思いますので、まだ LINE の追加していない方に関しましては概要欄から友達の追加よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございます。今回の動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価もお願いします。またコメントもすべて返しているので、動画の感想などもお待ちしていますね。それと私は仮想通貨専門の公式 LINE もやっておりまして、こちらの QR コードまたは概要欄から友達追加することが可能です。こちらの仮想通貨 LINE では奥塾という仮想通貨投資が無料で学び放題のスクールを運営しております。仮想通貨投資に興味はあるけどなんだか難しそうというような苦手意識を持っている方もぜひ安心してご参加くださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も皆さんいい一日にしていきましょうね。バイバイ。